三木女は一般に女性を徴工品の一つとして献上することである。帰国ができた女性は国内でも韓女として別詞、差別待遇を受けた。現在でも朝鮮語、韓国語で女性を節操のない女だと罵倒して卑敵する言葉として用いられるファニャンニョンの由来となっている。5世紀にこーク 白ラから中国の北義に送ったという記録があるが、朝鮮半島から三木女の献上が最も盛んに行われたのは、高麗後期から李氏朝鮮時代にかけてだったため、ここでは、高麗と李氏朝鮮時代の三木女について説明する。高麗時代の献上先は、王古、喫丹、明であり、三木女だけでなく多くの兆候を信じられていた。 また1274年の原稿、文英の役にて捉えた島民を、モンゴル王公島に献上もしていた。高麗時代の一番目の資料は、結婚と勘を置き、140名の密木女を行い、二番目は、密木女確保のために、国中の婚姻が禁止されて、三番目に、資料では、家父乙女御水行別館という役所を、儲け組織的に対応していることがわかる。国が、 元の皇帝に、三木女による、高来国内の現状を上訴している。古にしの聖王、その辞典たなり、一子しかも同人。家ども、人力書いたり、文記必ず同、しかもその風土度書よ、人情書、乗り譜必ず変の。も、ため四方公共、風俗閣位、孔子道の忠国、乗り上不順自税不行なり、勢い不行上不順、しかも吉春の、家ども、 行、春不納意。昔我が清祖皇帝、林魚殿下、つとむ独人心。遊園法こと族、随祖の修字順次のゆえ、不転卒と、監禁古部、十、薬来王、なお恐れある後。行、春の治む、別居かなり。高来本在海外,外別作一国、皇妃中国有星人、全府とも相通り。伊藤太宗胸行武,武のり再巨罰の、無効時間。 国朝、長居、首先振幅、ちょいさ王室、清祖皇帝、おさむ高校手、なお賜物もの少女、少佐取る曰く、遺憾天礼、無追祖父、こそ除くいたり今、ういま、不変。奉魂殿下、有君臣有民者、おもんみ参のみ。ため高来傾者、当金証明書、立祖有行、信脇生、朝平も、時、友国民、休暇なり。 しかもの使いその富士の竜、猫、ね、中国、誠重雄ゆと、高温寺町、藩、おり凡国。至り、有望館胸、総派説体に岩か、鳥道女、楽園連来たる。夫その鳥人の女、もっこびう登る、ためみのり、この家ども、高麗地鳥のなり、醤油胸、兄二目国朝のいか。古籍帝王、怒り一高世一霊、天下持ちその徳沢子。 少々胸湯沸いさお今しばしば高徳士、脱一室女、人ため不可。夫人の育子、マリノ育の、進む遺防その半歩なり、無尊費の別、会の、そのため、天性一なり。そもそも彼風俗、年始男異居女即夫室、若ため真の税務小前。ボン、松室守る父母者、言う女の屍ね、縁子、その名も女なり、音楽金ここ。 日夜持ちその名が、吉谷法要。しかも一丁脱の解放の中、僧の四千里外、足一質問、終身不快し、そのため上位官なり、今、高麗婦女、在公費の列、廃王公の木、しかも区行大臣、王で、お高麗外政者。このその本国王族及び罰豪邦の地、特謀小胸、ある上岸寺来たる、かつ夕中立ち兵の霊園、方、 非常時、しかも降理者、縁いため礼。盆今使いその国者、海翼最小、ひただし鳥道女のみ。夫氏、牛宝、小緯潜伏女王、純氏民、陰、死噴火、衆国子順、衆国子主。今の使い、う外国、過食税特付過付金なり。側分、後来の人生女社費の、おもんみ両不密、家ども、人なりふと組。 ことゆう指針いたん、し中国きそうか帰り見わく、こためか来るかな一人同り者マリア、一人最ま者マリアぐんりよんで、いえそうもん、かあるくの、のりるいその、隣座と、今しめたばその親族、い達根拠、未事ん、く一宮ゅう国中ぜ然いえども、経験不えん。およびその終せんの、研修不動、 ある炭素の指針時放送のよく、家ども美字席の。席のしかも多急、ごと取りかずめ、数百家。ただ指針のため超、くあるあい何者醤油胸なり。ジョコの者の、再縁ある一円円その数他者、イタリシ五十。ありその千、乗りふ母、相続賞、集む、国球日夜子不税。および総国門、健威とみふ、乱動国王、悲痛感満。 優等、石意思かもし者、有人者、優優秀絶当者、有血なきも名者、ジョコレの類、不可短期。その取りため最小者、いえども、不赤これ、逆その上取りその恨み、乗り無不動なり。ちょい枠、ひっぷ引き不、笛自陣、民主もお与え清潔校。教問見、国朝特化書及び、よろずものみな、水、高来の人。 独有難積しかも受けこの区か昔東海遊園府、三年大官、今駒遊育園府か非年その国追官省なお、民の上薄川社、人衆、兄その温暖能賞脇か今も、堂々店長兄不足を肯定、しかも必ず鳥の外国か家ども、小恩を長席、なお海父母、等、人の市場なり、しかもの家の宮、駅、県記 呂、時あるでの、時期の寺人、修務継ぐ者十の五十六、その恩気賞は、またいかなりこと優勝兵、しかもため国の利者、姿ある言うの、さふ弱無兵のためいよいよなり。教務役を国家、鳥音を演じん、そのため兵不小者なり服望む、勘を懲り遺産音、あえ有望感無根、上徳成長、したためおの己利しかも取り同助者。 及び使い牛その国鹿もとり最小者、明治上金絶そのも文字衣装成長道人の化け、異外国、忍ぶぎ死神、昭王、松室は、よろずもの育園、不祥孔人。1332年、ただし宿王は、元朝の衰えとともに、元朝への蜜月女を廃止している。なお、蜜月女でありながら、王公となった女性になどがいる。 中国本土の指針によって、指摘に連れて行ったケースを含めると、朝鮮半島から献上された三木女は、数えきれないほどの数に上ると言われている。中国から三木女を選抜する指針が訪れると、朝鮮では選抜機関を設置して、巡察士が各地を物色したが、民衆は激しく抵抗し、三木女候補になるや、 娘の顔に薬を塗り傷をつけケースや出家させるケースもあり、幼児を嫁がせることまであったという。そのため、李氏朝鮮時代には、12歳以下の女子については、婚姻を禁ずる法令を下した。李氏朝鮮王の体操8年には、少女30人が選抜されたが、中国の指針は、美しい女がいないとして、罰しようとし、娘たちも指名を避けるため、 障害があるかのように装い、体操は、処女を隠した者、神経を施した者、髪を切ったり薬を塗ったりした者など、選抜から免れようとした者を罰する号令を下した。韓国で英雄視される清掃も、国内の利害のみならず、外国にも関係することなので、ただ例に従うのみと述べ、清掃の時代に最も貢いだ女性の数が多かった。 朝鮮日報によるとその史実は韓国国内では全く知られていない。朝廊は、高ウと白木に始まり、高来末以降に盛んに行われた。特に、朝鮮第三大王である大僧と息子で、清僧大王として、韓国で最も評価されている朝鮮王である清掃の在位当時が、朝廊も最も多かった時期であった。ソウル市西大門区の慶音門が、 半島の長江山国史を象徴している。恩ある中国の指針を迎えるという意味で建てられたとこであり、半島の美女を蜜月女として連れて行く。中国大陸の指針は、王力港付近の義州から非常に豪華なもてなしを受けていた。そして、朝鮮王は宮殿で指針から名皇帝の直所を受領した。 多くの大陸からの指針が朝鮮出身のないしかつ宦官であるにもかかわらず、芸音門に迎えに行くなど、朝鮮王は礼儀を尽くさせられていた。中国から三木女を選抜する指針が1から2ヶ月かかる三木女を選び出す期間は、半島全土に婚姻禁止令が朝鮮王から下された。13から25歳の未婚の女性が選抜対象で娘を持つ民は、 恐怖に震えた。民の永楽三角の使いが朝鮮半島から連れて行った、県県平救助8人は愛憎による虚偽の毒殺騒動で民の宮中で惨劇を経験している。徴工指針の応暴も悩みの種であり、要求条件があまりにも厳しく、賄賂を渡さなければならなかった。1429年の直使が帰国するとき、 賄賂の分量が200箱に達した。1箱あたり8人で運ばれ、運搬の行列は数キロメートルに達した。賄賂を国家資金から調達したため、国家の蔵が大きく損なわれた。失神団の随行員が朝鮮人を撃ち殺すこともあった。新国から完全独立を果たした後は、制度としての献上はなくなったものの、 この習慣から女性をさらい金銭目的で国内外へ人身売買する者が多数存在し、併合時代警察に逮捕される朝鮮人の数は日本人の100倍に上った。時系列1618年に、後勤は命令の戦線復刻の前後、李氏朝鮮をお前と呼ぶ国書を送り、民の戦争に朝鮮は介入するなと命令した。李氏朝鮮王の公開君は、 サルフの戦いでアトキンに敗北したものの戦後に中立外交を打ち出して国王としてのメンツを少しは保ていた。しかし次に王になったジンソは国力もないの2627年の堤防ウロンで敗北させられた9年後の1636年に日のエネウロンで清志に挑んで壊滅的大敗をした。ジンソは真冬に南関山城から 本体寺の下に3気球高騰をさせられて、勝者のパーティー後に、本体寺から毛皮を贈り物として受けて、感謝しますと3回ひざまず気球回答を下げて、三田渡るの迷惑をした。最大50万人が捕虜になり、連行されて、制度例に転落した、朝鮮の女性は帰国できたものさえ、環境女として、古国では、家門からも捨てられた上に、あらゆる剣を、差別を受けた。 環境女は、李氏朝鮮では、イゴみだらな女性を指す言葉になったほどだった。ありがとうございます。